オドルヘイユセクイエスクは、ルーマニアのトランシルバニアにある都市。ハルギタ県第二の都である。ハンガリー名は、聖ケイウドバルヘイ。ドイツ名はオドルヘレンだが、省略型として、ルーマニア名では、オドルヘイ。ハンガリー名では、ウドバルヘイが広く通用する。なお、ハンガリー名の、ウドバルヘイとは、裁判所の土地という意味である。 総人口36,948人のうち95.7%に当たる35,359人がハンガリー人で、この割合は国内の都市の中で2番目に高い。残りは2.91%がルーマニア人で1.16%がロマである。国勢調査ごとの総人口の推移、人口の約半数に当たる50.05%が ローマカトリックを信仰している。残り半数はハンガリー改革派教会、トランシルバニアユニテリアン教会、ルーマニア聖教会などに分かれる。町はハンガリー王国時代からウドベルヘリ県の県庁所在地として政経地方の中心であった。1334年の教皇文書にオデューレルのソセルドスというハンガリー人が登場するのが地名の書室である。 1613年に、時のトランシルバニア港、ベトレン・ガーボルが、町の領有権を主張したが、時を同じくして、聖形ウドバル兵に解消された。1357年に、聖形に地方で初めて議会が置かれ、1451年には、鳥でも築かれた。鳥では、ヤーノシュ・ジグモンドが1565年に増築したが、1599年に、 バラキアのミハイユー観光がハプスブルク家と組んで破壊した。その後再建されたが、それもまた破壊された。上司は今、政権の襲撃を受けた要塞として知られている。1920年のトリアノン条約でルーマニア領となり、戦艦機はオドル兵圏に属した。1940年の第二次ウィーン裁定でトランシルバニア北部のみなされ、ハンガリー領となったが、 ソ連新中後の1944年にルーマニアの行政区画に組み入れられ、1947年に正式に復帰した。1952年から1960年まではハンガリー人自治区、1960年から1968年まではムレシュハンガリー人自治区に区分された。1968年の自治区廃止に伴い、現在まで春木多県となっている。 2005年8月には大洪水が一帯を襲った。偉人像のある公園2004年5月22日には、市内の公園に、聖ケリ地方の歴史上の偉人像がお目見えしたが、その中に、第二次世界大戦後の軍事裁判にかけられた和衆、アルベルトの像があったため物議を醸した。ありがとうございます。